今回ご紹介するのは女子プロボクサーの郷志理亜子さんです。郷志さんは1982年3月11日生まれです。神奈川県川崎市多摩区出身で、身長160センチ、体重50キロ、スリーサイズはバスト93、ウエスト60、ヒップ86の F カップです。郷志さんはプロボクサーとしてだけではなく、モデル業やタレント業もしていた、戦うグラドルと言われるアスリートです。プロボクサーである郷志さんですが、現在休業中ですが、もともと先にモデル業やタレント業を始めていたらしく、若い頃にはグラビア活動もしていたそうです。ウエストやヒップもモデル時代は肉付きが良く健康的な体つきですが、アスリートとなった現在は腹筋が割れていて全体的に引き締まった見事なスタイルに変化しています。若いグラドル時代の姿はネット上で水着姿などを見ることができるので、豊満なバストをはじめとする柔らかそうな体つきに虜になった男性も多いのではないでしょうか。現在の姿は SNS やネット上でトレーニング時などのスポブラ姿などが見ることができます。40歳を超えているとは思えない見事なプロポーションに驚く方も多いでしょう。昔と今では違った良さがあり、どちらも魅力的で甲乙つけがたいですね。郷志さんは写真集「君のハートをノックアウト」やグラビア DVD「素肌のままでも出しています。水着やランジェリーショットがたくさん収録されており、アスリートの時とは違った姿が楽しめますね。これだけの美貌をお持ちの郷志さんですが、現在9歳下の一般男性とご結婚されているそうです。現在お子さんはいないそうですが、将来的に出産については考えているとのことですので、ボクシングが落ち着いたら夜の営みもより本格的に取り組むかもしれませんね。郷志さんは16歳の時にスカウトされモデル活動を始め、その後受験のため休業します。大学進学後にオフィスアソボでタレント活動を始め、後に IT 企画へ移籍。大学4年時にダイエットタレントとしての売り、ヒーローへの憧れから新田ジムでボクシングを始めます。2007年にはタレント活動を休止し、不動産会社に勤めながら練習を重ね、2008年に JBC ライセンスを獲得、同11月にデビューも果たしました。2010年に右肩を脱臼し一時休業するも、2014年に復帰し、軽量ではセーラームーンや新世紀エヴァンゲリオンのコスプレ姿で盛り上げたりしながら、現在も活躍を続けています。今後も年齢に負けず、引退までボクシング界を盛り上げていってくださることでしょう。これからの郷志理亜子さんも応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。